この服軽いね。これなら思いっきり動き回れそう。ああ、そうかそうか。よかったわ、気に入ってくれたみたいで。私も安心しました。ありがとうございます。神ロキ、ティオナヒルテ氏。これ着てメレンで踊ればいいんだよね。楽しそう。私はまだ納得いってないんだけど。そないなこと言わんといてえな。頼むわ、神助けやと思って。ぶしつけなお願いなのは重々承知しておりますが、メレンのギルド支部より観光誘致の催しがしたいと要請がありまして、ギルド長の判断で何かしらオラリオからも協力の形を見せるべきだと。で、以前メレンの酒場で酔って大暴れしたロキに迷惑料として協力しろと。はい、まあ。あ、ですが、決して悪い話ばかりじゃなくって。そうそう、エイナちゃんが上と交渉してくれてな。次回のミッション、期間を延ばしてくれるいう話や。うちも遠征続きで、次の遠征までは、ちょっと資金を蓄えときたいしな。元を正せばロキの責任という部分はさておき、確かに悪い条件ではないかもな。せやろせやろな。頼むわティオネ。ピンもミッションが軽なろうは絶対喜ぶって。わかったわよ。決まり。よし、やる気出てきた。あんたは単純でいいわね。でさ、踊りってどんな風に踊ればいいの？そりゃあ色っぽくに決まっとる。それ以外あらへん。色っぽく。踊りながらこれ脱いじゃうってこと？それはちょっと。モロはやめよ。モロは。え、違うの？だって前にヘルメス様が一番色っぽいのは裸の女だって。その言葉は金輪際未来永劫を思い出さなくていい。うん、そうなのか。当たり前でしょ。なんで団長以外のオスの前で脱がなきゃいけないのよ。でも他に色っぽい感じって言われてもな。色っぽくなくてもいいですから、楽しくとか、みんな踊りたくなる感じとかで。あ、それでいいんだ。じゃあ最後にみんなで湖に飛び込むとかは？メレンやもんな。それくらいのお遊びはあってもええかもな。ええ、それくらいなら。余興としてはいいかもしれんな。観光資源である湖を利用するのも。踊りの後はみんなで湖で水浴び。絶対楽しいよこれ。第1級冒険者のヒルテ氏が参加となればオラリオからも観光客が押し寄せそうですしね。よっしゃ、それで行こう。楽しみ。みんな裸で湖に飛び込んだら気持ちいいだろうな。何も分かっとらんな。すまない、ティオネ。現地でティオナの舵取りを頼む。安易に脱ぎ出さないようにな。知らないわよ。